Aloha, my name is Heather Omori, and I'm this year's 2021 co-chair of the Japanese Language Achievement Award Program, or Hanashikata. I am very excited to introduce Consul General Yutaka Aoki, who will be saying a few words. Aloha, everyone. I'm so happy to be here with all of you at this year's Hanashikata ceremony. I want to, first of all, send a warm mahalo to the UJSH for organizing this program. Your tireless dedication and efforts to connect Hawaii and Japan further by encouraging the young people of this community to learn Japanese and about Japan are so greatly appreciated. I would also like to thank the teachers for putting in long hours to help prepare the students for this event. To the Hanashikata participants, I know that creating a speech is already a difficult task, and doing so in a foreign language requires an extra helping of creativity and patience. But understand that learning to be proficient in a second language and gaining knowledge about a different culture can open for you new doors of opportunity. Whatever road you decided to travel, the invaluable experience of being a part of today's program is something all of you can be proud of and keep forever. So congratulations to you for the initiative you have taken. I'm looking forward to hearing your speeches on summer vacation. Ganbatte kudasai. Thank you and mahalo nui loa. Hanashikata recognizes students who excel in Japanese language. The students you see here in today's program have prepared and recorded a 3-minute speech, all memorized in Japanese, related to our theme, Natsu Yasumi, or loosely translated as summer vacation. Osaka へ旅しました。父と1週間、それから2週間、おばとおじいの家族と過ごしました。2人のいとこがいます。6歳ですと3歳です。私たち一緒に多いところへ行きました。奈良公園、大阪城、神戸、道頓堀。この場所の歴史を学ぶことが楽しかったです。もちろんみんな日本へ旅行するときに行きます。でも私にとって一番思い出に残ったのはシンプルで日常のことでした。出発の前の日でした。夕食の後でテレビを見てリラックスしていました。にわかにおばさんは花火を出しました。私といとこは花火を遊びたかったです。それからアパートの小さい駐車場へ行きました。静かで人が少なくて暗かったです。私のいとこは怖かったです。非怖かったです。でも見せた後でいとこたちは怖なかったです。いとこたちは大きな笑顔で走り回りでした。そして写真とビデオを撮りました。終わった後でアパートに戻りました。はじめで駐車場で花火をしてことは簡単で楽しかったです。お金や計画がいらない、効果じゃない。でも、一番の思い出になりました。この単純な夏のイベントを一生忘れません。おはようございます。私の名前はカイマイブラマです。今日は私の2020年の夏休みについて話したいと思います。
2020年の夏は私たちが予想してなかったことは間違いないです。旅行か長い海の日か買い物か友達と遊び僕など私たちはみんな予定が入っていました。残念ながらその計画は全部変更になりました。私たちのこの新しい生活は私たちが考えていた夏と蜂がうなずでした。それでもあの夏はいいこともありました。家族と仲良くなるの2歳的の時期でした。一日中でぐずぐずしてたので本当に付き合いを知られました。これはまた新しい趣味を始める機会にもなりました。お気に入りのテレビ番組や映画、お予約、絵、音楽、写真を撮るなど、どのものでも新しく TBT を試すと、検疫中に有意義に過ごすことができます。2020年の夏は私たちの計画は全く変わったけれど、自己を見つめる良い機会でした。新しいことにも挑戦して、良い夏を過ごせました。皆さんの夏はいかがでしたか？ご清聴ありがとうございました。Hi, I'm Lisa. 夏休みの思い出。私の祖父母の裏庭に大きなライチの木がありました。木は家より大きかったです。祖父母の庭にはたくさん草木と花がありました。でもその木は長年実を結びませんでした。夜、鳥が木の上で眠りました。朝、鳥が木の上で歌いました。窓から私は鳥の歌を聞きました。朝ごはんの匂いがしました。ベッドから祖父母の掃除機の音を聞きました。これが私の大好きな夏休みの朝です。朝ごはんにはいつもトーストと卵を食べました。パンに入り恋のジャムを塗りました。私は急いで食べました。外へ行きたかったですから。祖父母はゆっくり食べるように言いました。祖父母は黒いコーヒーをいつも飲んでいました。これが私の大好きな夏の朝ごはんです。祖父母の家は小さかったです。でもその小さな家の中にはたくさんのものがありました。例えば棚にたくさん絵本がありました。一冊の本はかぐや姫の物語です。私は祖父母に本を読みました。私はかぐや姫の挿絵は本当に美しいと思いました。祖父母の声が大好きでした。祖父母のライチの木は私の夏の遊び場でした。鳥の歌は私の夏の音楽でした。トーストと卵は夏の朝ごはんでした。祖父母の家は私は夏の幸せでした。祖父母は私の夏の家でした。すべては夏休みの思い出です。なんと夏休み。こんにちは。これは私の去年の夏休みです。私は家族と韓国に行くはずでした。
でも六段でどこにも旅行できませんでした。K-POP と K-DRAMA が好きですが、K-POP と K-DRAMA のスターに合いませんでした。私はとても残念でした。でも、私は大丈夫です。私の趣味はボーリングです。ロックダウンが終わった後、よくボーリング場に行きました。もう一つの趣味はフラです。フラをして健康 のために運動しました。友達とフェイスタイムで運動しました。そして、テクノロジーが上手になりました。私は外国的ですから、友達の会えないのは大変でした。そして姉は大学のに行ってしまいますから、私は寂しかったです。でも今はもう大丈夫です。ニュースをたくさん見て、インターネットで科学と家族、コロナについてたくさん習いました。そしてこの夏休みに Hawaii Pacific Health Internship をするつもりです。今本当に医者になりたいです。そしてたくさん人を助けたいです。それからうちで海鮮料理をよく作るよくようになります。料理を新しい趣味です。今はもっと料理を習いたいです。でも卵焼きと餃子を作り方を去年の夏休みに習いました。今年の夏休みにもっと日本料理を習うつもりです。そして私はコロナあったから、今年の夏休みもパンデミックで旅行はできないと思うけど旅行したいです。そして、日本語でコミュニケーションが上手になって、日本人の患者を助けたいです。新学期に高校3年生になるので大学の始めます。この夏休みはとても忙しいです。でも、リラックスしたいですね。去年の夏休みは大変でした。でも、たくさん学びました。この夏休みを楽しみにしています。この夏休みは一番いい夏休みになってほしいです。ありがとうございます。さようなら。皆さん、こんにちは。僕はヒロホンガンジ学園5年生のジョービス・バルです。今日は僕の夏休みについてお話しします。夏休みに例えばアラスカやニューヨークなど遠くへ旅行に出かける人が多いと思います。しかし僕は違います。家族と一緒に地元昼で過ごします。地元で過ごす夏休みには楽しんでかって大丈夫、十分楽しい夏休みを過ごすことができます。毎年夏休みにはバスケットボールや水泳などを短期集中レッスンがホワイト大学などであります。僕は夏の間、兄弟と一緒にこのようなレッスンをたくさん受けます。僕は6人兄弟の5番目で、小さい時は兄や姉のレッスンについていて、僕で見ていました。水泳教室には2歳の頃から参加したので、泳ぐことは とても得意です。3年前の夏にはクワイトで開催された水泳大会に出て優勝することができます。僕には小さい頃から受け方レッスンがあります。それはジュニアライフガードのレッスンで、このレッスンは12歳以上の人が受けられます。ジュニアライフガードのレッスンでは、心肺蘇生法や水中での人命救助の方法を習います。僕の姉と兄は泳ぐことは得意なので、レッスンはいつも簡単にクリアしています。レッスンの後半には水泳、ランニング、パリングを競うコンテストがあり、いい成績を残せば
州大会に進むことができます。去年、僕は初めて参加することになっていました。ところが、コロナウイルスの感染が拡大したので、レッスンは中止になりました。今年の夏も多くのレッスンや大会が中止になると思います。僕は早くジュニアライフガードのレッスンを受けたいです。また水泳大会にも出て優勝したいと思っています。優勝自信はあります。しかし今年の夏も去年の夏と同じように家で少しでビーチへたくさん行く夏になるでしょう。来年の夏はいつも通りの夏でありますように。こんにちは。私はブレデン・ユキヒロ・ヒーガです。今日は2020年の夏休みについてお話ししたいと思います。2020年の夏、僕たちはニューヨークのヒプスターのというところでトーナメントに参加する予定でした。それが COVID-19 のおかげでキャンセルにありました。ヒプスターのトーナメントをどない楽しみにしていたことが、もう2年も前からいろいろなファンドレジングをして、この年を楽しみにしていました。妹ラテはせっかく稼いだお金が無駄になってしまいました。残されたのは頑張りながらも楽しいファンドレジングの思い出だけです。ヒプスターのトーナメント参加は決して我々の手民に戻ることはありません。そのトーナメントは12歳以下のチームに参加権のあるトーナメントだけです。僕たちはもうすぐ高校生だし、今では幻とかしたトーナメントです。でも全世界の人々がいろいろな犠牲を払った2020年頃から先の機会を待て前に過ごしたと思います。ご清聴ありがとうございました。ございます。私の名前はソフィー夏美です。今日は私の夏休みについてお話ししたいと思います。悲しいことに去年の夏は私たちがまだパンデミックに落ちていたので、それほどエクサイディングではありませんでした。私はほとんど家にいて電話で遊んだり、夏休みの終わりに私は学校の準備をしなければなりませんでした。学校が始まる数日前に両親から私たちは直接学校に行かないつもりと知らされました。その後、対面式の学校に戻る機会がありましたが、オンラインスクールに慣れとんねで帰りませんでした。他の夏は去年の夏より楽しかったです。
2009年の夏、私はコスタリカに行きました。私は実際にそこでの私の経験の写真をたくさん持っています。ネタをウィンリンをハイキングしたことを覚えています。コスタリカでは ブラックライトの下でニオンになっているナマケモノハチドリ、サソリを見ました。残念ながら2019年以前の夏は覚えていないので、この夏休みの計画についてお話しします。今年はここの準備をする予定です。半年くらい経ちましたが、学用品に触れていないので、もう一年保管しておきます。今年の夏が去年の夏のようだと、高校生の気分に私なりません。ご清聴ありがとうございました。おはようございます。僕の名前はドノバンです。今日は2022年の夏休みをどう過ごしたいかについてお話します。アラスカンクルーズに行きたいです。なぜなら涼しいからです。僕はこのクルーズでエビとカビアとカニとロブスターと寿司が食べたいです。友達や家族と一緒にこのクルーズに行きたいです。またシャッフルボードとビデオゲームをしたりスイミングプールで泳ぎたいです。そこまでは普通の休み休みですが、ここからが面白くなります。イーロン・マスクがヘリコプターで到着します。僕はイーロン・マスクのシャッフルボードトーナメントで勝ちます。ご褒美に、イーロン・マスクは私と私の家族を日本に飛ばします。その上、私と友達や家族と私はイーロン・マスク10億ドラを受け取ります。もう仕事をもうせずリタイアできます。ハワイに戻って学校に100万ドラを寄付をして夏休みを1週間を伸ばしてもらい、その1週間僕はビデオゲーム残骸お金の心配はないし、こんな休みを僕は夢見ています。ご清聴ありがとうございました。皆様、こんにちは。2年前の那須和樹で広島平和記念公園へ行きました。平和記念公園はとっても大きかったです。資料館で原爆サバイバーの話を聞きました。74歳の二川和彦さんです。原爆の日、お父さんは郵便局、姉は図書館にいました。
二人は原爆で亡くなりました。原爆の前町はたくさんの人で200でした。原爆の後町がグストタウンになりました。原爆で10万人が亡くなりました。今、パンデミックです。これは戦争みたいです。ワクチンが武器でコロナと戦っています。コロナですでに250万人が亡くなりました。今、町はゴーストタウンです。僕は今、家族と一緒でよかったと思います。母の野菜ジュース、父とウォーキン、バーチルマラソンで体を鍛えています。そして、二川さんのように強い心と体でパンデミックを乗り切りたいです。ありがとうございました。夏休みの旅立ち。皆さんこんにちは。私はコーカサマンサです。モアナルア高校の3年生です。日本で生まれてハワイに来るまで日本に住んでいました。でも2018年に親たちはハワイに住もうと言い始めました。それで私は少し悲しくなりました。高校2年生になり、友達と一緒にいられるのも今年が最後だと思うとさらに寂しくなりました。でも私はその年を精一杯楽しもうと思いました。私はホームカミング、プロム、チア、バンド全部楽しみました。家族も日本でやっておきたいことをしました。温泉に行ったり、美味しい食べ物を食べたり、友達とパーティーをしたり、渋谷で買い物をしたり、たくさん楽しい思い出を作りました。私は一番楽しい思い出になったのはディズニーと富士急ハイランドです。私はジェットコースターが大好きなので、毎日乗っても大丈夫なぐらいです。ハワイに来ることになって心配なのは私のおばあちゃんです。なぜならおばあちゃんは一人で日本に住んでいるからです。でもたくさんの人が助けてくれるので少し安心になりました。日本を出る日が近づき、私は友達の家にお泊まりし、大好きなセブンイレブンの晩ご飯とスナックたくさん買って映画を見ました。夏休みの中で一番幸せな日でした。ハワイに来るのはとっても怖くて不安でしたが、ハワイに来たおかげでたくさん友達を作っていろいろなことを学ぶことができました。この夏休みは旅路のようで決して忘れません。どうもありがとうございました。黒崎ケイレブと申します。これから当たり前の時というスピーチを発表させていただきます。去年の夏休みは誰も経験したことのないような時でした。
誰もが知らないうちに、それは世界中の人々の生活の変化の始まりとなりました。社交的な僕たちにとって、一夜にして世の中がひっくり返ったように感じました。パンデミックの間に自分の生活がいろいろ変わることを体験しました。パソコンの画面の反対側からサマースクールをしなければならなかったこととか、キャンセルされた旅行とか、家を出られないことへの欲求不満でした。他の人の方が僕よりも大変だったと知っていても仕方がありません。誰であろうと、これは本当に辛い時だったと思います。今でも多くの人が悲しみや落ち込みを感じているそうです。しかし、絶望するのではなく、その状況に対処する方法を見つけることが重要だと思いました。例えば、家族ともっと時間を過ごして、友達とよく電話をしました。そして、ビーチが再開された時、サーフィンを習うと決めました。その後しばらくして突然何かに気づきました。社会が変わってもやる気があれば世界にいっぱい面白いやることが見つけられます。もちろん家族と一緒に過ごす時が変だと感じたり、友達と一緒にいたいと思ったりという気持ちがありましたが、全体的には自分の状況を生かしたと思います。去年の夏休みは予定通りに行かなかったですが、それでも人として成長することができました。時々自分のために絶望の中にも希望を見つけることができたと感じました。だから嬉しかったです。何が僕の計画の邪魔になるのかわからないので、自分の道に来るそれぞれの機会を利用する必要があります。家族や高校の友達とこの島でも、での残された時間を無駄にしないように、今年の夏休みも一生懸命にいろいろなことにチャレンジするつもりです。ご清聴ありがとうございました。こんにちは。僕の名前はカエラ・タカヒロ・ラムです。今日は2019年の夏休みについてお話ししたいと思います。2019年の夏休みは、今までの人生の中で最高の夏休みでした。それは僕が初めて日本旅行を体験したからです。初めて日本旅行の話が出た時だ、どこに行けるか、いろいろ考えてこう、うふんのあまりおかしくなりそうでした。ネットでいろいろ調べて、ポケモンセンターやセガワールドにも行きたいなと思いました。最初に沖縄に行けました。着いてすぐ地下鉄に乗ってホテルへ行きました。ベッドを見たら眠気がして寝てしまいました。でも日本にいるんだと興奮して、なかなか長くは眠れませんでした。翌日から沖縄での観光が始まりました。いろいろなところに行きましたが、ハイライトは美ら海水族館でした。沖縄水族館で水槽も今まで行ったどの水族館よりも大きかったです。そこで見たジンベイザメの大きさには圧倒されました。美ら海水族館はちょっと遠かったですが、行ってよかったです。その後沖縄ではハリーネズミカフェ、沖縄ワールド、それに水上も見に来ました。水上は去年火事で焼けてしまったらしいので、そのまでに見に
行けてよかったです。次にいたのは東京です。僕はまずホテルにつながっているショッピングモールに行きたかったので、真先に行きました。翌日は東京の街を歩き回り、いろいろな店に行き、お土産をいっぱい買いました。晩ご飯はザオというレストランで自分で生けすから魚を釣って料理をしてくれるところで食べました。翌日僕たちは富士山のツアーに参加しました。富士山に着く土地に美味しいものをたくさん食べました。お土産やサンデーカワイキチモテに入れました。次の日は街にまた東京ディズニーランドです。池袋からの道のりは長く着いてすぐランチの時間になってしまいました。ランチの後をおばあちゃんの大好きなスマールワールドに行きました。東京ディズニーランドに来たもう一つの目的はカレー味のポップコーンを食べることでした。夜になって晩ご飯の時僕が食べたのはチキンカルゾン あまりの美味しさのためを代わりが欲しくなったくらいですか。最後に待望のカレーポップコーンを手に入れました。冗談抜きに今まで食べたポップコーンの中で最高の味でした。日本最新指セガワールドでゲームを楽しみました。ポケモンの人形もあってました。残りの日本年を使い果たし、お土産もたくさん買いました。日本はとても楽しかったです。またいつの日か日本へ行きたいです。ご清聴ありがとうございました。こんにちは、ワイケア高校3年、諸見美香です。私は2年前、カリフォルニアからヒロに引っ越ししてきて、今年は初めての夏休みでした。ビーチで日焼け、泳いで日焼け、友達と真っ黒になる予定でしたが、コロナが始まり、私の夢は全部台無しになりました。しかし、コロナは怖いけど、コロナだからできたことがいっぱいありました。一つ目は料理です。残り余る時間の中、私は新しい料理に挑戦しました。日本食、韓国、イタリアン、タイ料理。でも一番の挑戦は母の凄技、3分間クッキングです。母は時間がないとき冷蔵庫を開き、あるものだけでささっと料理をします。決して3分でできるわけではなく、3分でアイデアをまとめ、どんどん作ります。私も3分は無理ですが、5分でできるようになりました。お菓子作りも始め、テラミス、ショートケーキ、チーズケーキ、いろいろ毎日作りました。でもその見返りは、激太りです。作りすぎ、食べすぎ、家ごもり。私はとうとう今まで履いたズボンに入らなくなりました。2つ目は裁縫です。カバン、カーテン、この服も作りました。そして作って友達にプレゼントする喜びを知りました。3つ目はアートネイルです。絵を描くのが難しく落ち込みましたが、母が諦めるなと自分の手を出し練習台になってくれました。母の爪はボロボロになりましたが、おかげで友達に可愛くできるようになりました。この夏を振り返ると女子力がアップしたことに気づきました。コ
コロナだからできることがいっぱいありました。まだまだ辛いコロナ時期だから、時間を大切にし、自分のスキルアップを続けたいと思います。ありがとうございました。夏休みといえば、皆さんは何を考えますか？学力が低くなるから、夏休みを短くした方がいいと思う人もいますか？私はその意見に反対です。なぜなら、夏休みは貴重な経験ができる時間だからです。学校があるとき、生徒たちは大抵同じような学校の生活を送ります。そして宿題や試験がたくさんあるから、あんまり寝られなくて学びにくくなります。ですから夏休みは長くても、学校があるときにできない活動ができるから生徒にとって大切な時間です。例えば高校2年生の夏休みに平和活動の経験をしました。長崎広島ピースメッセンジャーという非核化を支持している高校のグループに会いました。韓国、フィリピン、日本出身の高校生と一緒に博物館や平和会議に行ったり、被爆者の話を聞いたりしました。広島と長崎平和公園で記念式典にも参加しました。日本の歴史を学んだ後、過去の出来事がもっと詳しく理解できました。アメリカ人として罪悪感、悲哀、同情を感じました。前に教科書で歴史を習いましたが、個人的なレベルで学んだことがありませんでした。悲劇的な経験をした人は私のように普通に生活している人たちだと気づきました。そして日本、フィリピン、韓国の高校生と話したとき、韓国などの他の国の歴史を学び、視野が広くなりました。その時まで日系人として日本とアメリカの経験を少ししか学ばなかったから、その経験に感動しました。過去から学ぶこと、平和な未来を他の国の高校生と目指すこと、は大事です。今でも世界中に戦争で苦しんでいる人がいます。誰も戦争の悲劇を経験するべきじゃないです。夏休みだから私はこの経験ができました。ですから私はこれからも夏休みに世界への理解を広げられる機会をつかみたいです。他の高校生たちもいろいろな国の人と出会ったり、平和や歴史を学ぶ機会を持ったりすれば、世界の平和がもっと作れると思います。おはようございます。私の名前はダメミヤニミです。私は本願寺ミッションスクールと福岡学園の8年生です。今日は私はとっても好きなスポーツや夏休みの希望についてお話ししたいと思います。この夏はもっとゴルフに行けることを希望します。私は6歳からベイビュー練習場でコーチ上に指導を受けています。それは母が私と父が生涯一緒に過ごす時間を作るためでありました。それ以来毎週の日曜ゴルフを友達を含めすることが始まりました。最近ではカポレにゴルフ場で行っ
ております。ここ何年も夏季トーナメントにクラブから参加しました。しかし友達と青少年ゴルフトーナメントに昨年夏より参加中心になり、9歳より始まったトーナメントでありました。島中のクラブの青少年のトーナメントも中心になりました。辻人は夏休みに友達や家族と祝ったりすることを望みます。平準夏には10回誕生日を祝います。周りの身近な友達と楽しく時間を以前のように過ごせるに希望します。私たちはこの回のコベットにより再昨年それを行うことができませんでした。それは自分や他の人が病になりならないことを避けるためでありました。けれど私と一人の15歳になった友達の誕生日を来る前より祝うことができケーキありませんでしたが楽しいひとときありました。私の父、おば、おじ、友人、そして私の楽しい誕生日を夏にあります。しかし私たちは去年ただテキスト保管しかせきませんでした。私はおばおじにはケーキとごちそうを届き言わました。今年の夏はバースデー以外にも私は高校に進学する準備をしなければなりません。なりません。この10年間、オンガンジーミッションスクールで少したので、新しいところに
行くのは時々します。よ、新しい友人や先生に巡らい、将来に備えられるような出会いがあると嬉しいです。ご清聴ありがとうございます。皆様、こんにちは。僕には忘れられない夏休みの思い出があります。それは日本の祖母の家に行った時のことです。祖母の家は大阪にあります。ある朝、母と祖母がバタバタしていました。大阪北部地震です。震度5でした。少し経って、またグラグラっと来て、お、これが地震か、とようやく気づきました。僕にとって地震は地面が割れたり、物が落ちてくると思ったからです。僕の初めての地震は全然怖くありませんでした。ハワイにも火山の噴火やたまに地震があります。今、世界中でコロナのパンデミックです。そしてたくさんの人々が亡くなっています。災害で家族や友達と会えないのは悲しいです。僕たちは今、本当に大変な世界に住んでいます。でも、いつ起こるかわからない災害を怖がるだけではいけません。いつ来てもいいように備えることが大切です。災害用キットを準備したり、マスクや手洗いをきちんとしています。そして、毎日をもっと大切に、家族をもっと大切にしたいと思います。夏休みに体験した地震や、今のパンデミックから、災害について考えるようになりました。ありがとうございました。ございます。私の名前は斉藤武史です。今日、私は私の家族の夏休みについてお話ししたいと思います。この2020年の夏休みは、私が今までにいた 中で最も記憶に残る休暇の一つになるだろうと思っていました。しかし、COVID-19 のために私の家族は家にいなければなりませんでした。私の家族は去年日本に行く予定でした。日本に行くのは初めてなので、この休暇は思い出に残ると期待していました。私の家族はいろいろなところに行く計画を立てていました。例えば、ハリネズミカフェ、ジブリのスタジオ、その放火歴史的な多くの施策も盛り積もりでした。僕は 100% 日本人ですが、まで日本に行ったことがありません。日本語も小さい頃から勉強しています。だから家族全員で行く日本旅行をとても楽しみにしていました。本土に住んでいるおばも参加することになっていました。姉、母、父、祖母、祖父を含む家族全員が行く予定でした。
私の家族はこの休暇のために非常に興奮していました。私の父は日本に行けば学校に戻れないとしていました。あなたが国際的に旅行した場合は14日間の検疫を行う必要があります。私たちは学校のために夏休みを犠牲にすることに決めました。私たちは数ヶ月間それを行うことを計画していたので、それは簡単な決断ではありませんでしたが、私たちはそれがより安全で理論的な選択肢であることをしていました。理論的ではあるけれど残念でした。早くコロナ収束して家族で日本へ行きたいです。ご清聴ありがとうございます。みなさんこんにちは。私は高峰アービーです。広本安寺学園の6年生です。今回の話し方会のテーマは夏休みですね。学校が長い間休みになる。夏休みは自分が楽しいと思うことや、やってみたいと思うことに挑戦できるので、私にとってはとても特別な休みです。今日はある夏休みの出来ことを通して日本語の勉強を始めた企画をお話しします。ある年の夏、私は家族と共に祖父のふるさと日本に初めて行きました。日本に行って感じたことは食べ物がとても美味しかったことです。そして一番印象的だったのは日本人のマナーの良さです。みんなとても礼儀が正しく親切で信頼できる人たちに思いました。小さな子供たちが歩いて学校へ行く様子にも驚きました。私たちは三重県名張市に住むひおばあさん、おじさん、おばあさんに会うことができました。私の家族はもうすぐ100歳になるひおばあさんのことをばあちゃんと呼んでいます。ばあちゃんは楽しそうにたくさんのことを話してくれました。名張はとても素敵な場所で楽しいひとときを過ごしました。しかし日本語を聞いたり話したりするのは私にとってとても難しかったです。おじさんが仕送りをしてくれましたが、私は自分で日本語を話したいと思いました。この体験が日本語の勉強を始めるきっかけとなりました。私は広本安寺学園でたくさん学べたことをとても嬉しく思っています。コロナウイルスのパンデミックが収まったらまた日本へ行きたいです。そしてばあちゃんの話をもっと聞きたいです。また同じ年代のいとこたちとも連絡を取りたいと思います。祖父は若くして亡くなりました。そのため私は祖父やその親戚についてあまり知りません。日本の親戚と連絡を取ることで祖父とつながりを感じることができるのではないかと考えています。こんにちは。僕は神田正幸です。僕の普段の夏休みは午前中サマースクールに行って、その後はおばあちゃんの家でゴロゴロするのが定番でした。ところがバレーボールのチームに入ってからその生活は一変しました。中学に入った年、兄のいるバレーボールのチームにキャリベックトライアウトしました。結果、一番若い14歳のグループに入ることができました。バレーボールのクラブはジュニアトーナメントに参加するため本土へ行きます。僕のチームの初めてのトーナメントはテキサス州のダラスでありました。家族で参加した僕は最初の夜家族とホテルに泊まり、
翌日チームメイトと泊まるホテルに行きました。部屋にはすでに3名のチームメイトがいて、凄まじいことになっていました。荷物が地面に広がっていました。僕のお母さんの一声でみんな片付け始めました。でもすぐまた元通りの汚さになりました。トーナメントは4日間続き、ボロ負けしたり、強いチームに勝ったりしながら、最後には銀のリーグで終わりました。まだその時のピンも持っています。トーナメントのあと 2,3 日間後を知ってホワイトに戻りました。ご清聴ありがとうございました。Thank you for joining us for our 2021 Hanashikata program. A huge shout out to all of the students and teachers who have participated in this year's program. Thank you to our donors and supporters. We hope to see you next year at our 2022 Hanashikata program. Aloha!